どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ、折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、上に上がって、お、なんか見えるね。ピーチ城が見えます。このままじゃ、あの紙テープが邪魔で中に入ることもできませんわ。いろんな方から伸びてるけど、一体どこから来てるのかしら。赤いテープは近いね。このテープを追っていったら先に何かがあるのかしらと。あるんだろうね。おお、降りていって。助けて。あれ？上にクリボーがいる。悪空間に閉じ込められました。なんかそこあるね。気持ちいいやつがあるね。マリオさん、またまたどこから声がしません？ドラ。さあ、こいつ倒して。ちゃっちゃと紙の手使わせてもらえますか。さあクリアーン。さあ紙の手、これはあれだよねー。さあありがとうございます。私、キノピオタウンでショップをやってるキノピオです。役に、旅に役立つアイテムや武器を各種取り揃えております。ぜひご利用ください。あれ、この橋こんな短かったっけ？これじゃ帰れないよ。あー、ショートカットね。キノピオタウン、救出率 100%。なんか方法ある？あ、ごめんね。そうだね。僕も武器そろそろ欲しいから。帰れてないってほっとくの？え？剥がす。ほい。あ、そういうやつね。橋が直りました。何度もありがとうございます。お礼にこちら、うちのショップの試供品ですが、お一つどうぞ。キノコ。それでは、ショップにてお待ちしております。そうだね。ちょっとショップ行きますか。近そうだしね。ああ、博物館も一回行っときますか。来たよ。あ、マリオさん。悪空間から助けていただいたショップのキノピオです。旅に役立つアイテムや武器を取り揃えておりません。さあさあ、中へどうぞ。おお。え、なにこれ。武器とアイテムのみお店、ショップへようこそ。アイアンブーツ、トゲの敵でも踏める、ちょっと強くて硬いブーツ。あー、履き替えるんだ。買います。300コインだもん、だって。いろんな効果がありそうだから、装備しておくといいかも。装備しておきますか。え？あー、そういうことね。あ、あ、そういうことね。セット売りね。はい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 。じゃあ、セット売り変えましょう。まあ、使うかどうかはちょっとわからないけど。で、壊れるんだったら、2つぐらい持っとこうか。装備してみましょう。こういうことね。で、保険用でこうやって、基本は、っていう感じか。面白いね。でも武器はハンマーと、靴。
トゲトゲの敵に対してとか、やっぱそこら辺は違いがあるのか。まあでもそう来ないくちゃね。壊れないやつとかあんのかな。自分のブーツくらいっぽいよね、マリオのね。さあ、次の場所へ。あ、音楽いいね。ピクニックロード。全然座れない。ん？何これ？こう？ああ、キノピオか。草の中に隠されて気分も腐っちゃいました。色だって緑になっちゃった。元からやろ。開いてます。そうだね。気分も腐っちゃうからって、だいぶ腐ったキノコの色やけどな。おお、伸びてるね。うわー、ここお花だらけでとっても綺麗ですわと。お花のいい匂いとお日様もポカポカでなんだかウキウキしますわ。とっても気持ちいいからここでちょっとピクニックとかしていきますか。は、いけない。ウキウキしすぎて早速紙テープ忘れるところでした。まあ、ピクニックロードだからね。抜け道があるみたいだね。まあ、敵も倒していきながら進めていきますか。アクション。さあ、敵もね、こんな感じやろうね。一時は戦闘はね。さあ、お、どこの子がいる。でもその前にちょっと倒してだね。まあ全然違うんだね。1.5 倍でかいね、整列のダメージはね。キノピオか。こんなところに詰められた。手も足も出ません。ハンマーとはさすがですね。あ、どんどんこれでピーチ城に集まってくるのかな。あ、マリオさん、こんにちは。今日は僕らのこのこのヒーローを拝みにはるばるやってきたんです。へえ、大変だー。大変だよ、大変だよ、大変なことになってるよ。え、そんなに大変なの？そりゃ大変だ。その会話で成り立つのね。神様に会えるミステリーツアー、土神寺院、霊界の入り口、霊界。あらま、かわいいお家は紙テープに巻かれちゃってます。あれじゃあきっと中の人も困ってそう。そうだね。かわいいお家の中の人、紙テープを何とかしたらまた改めて伺います。それまで頑張って。はい、これでお家の人も一安心ですわと。おお、まさかのポストの中はとっても暗かった。でポストの中とても狭かった。ポストの中はとても暗くて狭かった。一緒じゃねえかお前ら。
先生の発明品のおかげでなくしたものが見つかりました。ありがとうございました。おい、なんか用？その家、変わったキノピオが住んでる。妙竹林な機械を作って喜んでる。おかしなやつ。へえ。キノピオなんだ。ああ、いろんなキノピオいるもんだね。そういえばマリオさん、助けてあげたキノピオさん、応援がどうのって。確かコインをあげたらバトルでいいことがあるって話だった気がします。そっか、長押ししてみよっか。ほう、うむ、しょうもない。あげたコインで変わるのか。しかも430枚単純に無駄にしたなっていう感覚。あ、動揺してミスった。ああ、そういう感じか。同じキャラクターだったらって感じだね。まとめて狙えるけどっていう。ハンマーはなんか狙えなかったね。たまたまかな。まだ足りない。なんかゴルフ場みたいなのがあるね。あー、7。オッケー。だけか。いや、違う。おお、赤いキノピオ。キノピオに戻っても頑張れば飛べるはず。君、その場の方が幸せっぽいね。さあ、じゃあありがとうございます。君は？あ、ええー。やる気ままや。ワンワン、私はキノピオタウンでバトルの研究していますと。刀剣やね。この先手強い敵に備え大博物館すぐそばバトル研究トレーニングしませんか。見晴らし山にタウンまですぐ戻る珍しい土管があるらしいです。何かくれるんだね。意外と紙が足りないっていうね。じゃあちょっとその土管先に拝み行きますか。赤の紙テープがあそこか。先にその前にノコノコだね。なるほど。先にノコノコだ、ノコノコ。ほい、ピンポンパン。ピンポンパンポン。キノピオタウンにバトル研究所がオープンしました。
バトル道場ね。まあ、なんか、クリアしたらとかっていうのあるんだろうね。特に馴染みもなしと。おお。びっくりしました。穴からだって裂けるんです。そういうこと？おお、君か。それでいいわけだよね。キノピオは役に立たないっていうのがよく分かったからね。さあ、ノーダメボーナスもらって、ついでに紙ももらって、紙が足りん。まあ意外と敵は無限脇的な感じか。意外と避けれるっていうね。さあ、オッケー。まあこんなもん。いや、あったね。これ探すの大変だね。よく見てないと結構見逃す要素多いもんね。あ、違う違う。これ一回して、で、ぐるぐるさあ撃破。ヒューヒューって後ろね。あとはそこの穴ぐらいかな。だよね。とりあえず埋めるだけ埋めて、キノピオを助けてって感じだね。さあ次行こう。おお、土管がある。ああ、なるほど。トン。よし。コインめっちゃ落ちるじゃん。お店大丈夫かな？あれ、マリオさん、いつもにましてダンディーでかっこいい気がしますね。もしかしてアクセサリー身につけてます？いや、一切つけてません。え？アクセサリーなんてもらった？もらってないよね。おお、嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーはいかがですか？キノピオタウンで売ってますので、戻られた際はぜひお立ち寄りくださいと。とりあえずセーブして。あ、マリアさん大変なんです。偉大な土神様が住むところの入り口が閉ざされてしまいました。あ、それか。あれ、なんかいるね。入り口は新鮮な5つのタートルボールがはまってないと開かないんです。それが4つもなくなっちゃって、おまけに最後にこうあいつが盗もうとしてる。でも喧嘩が弱い僕らには、でも手も足も出せません。のこのこだけに、のこのこだけに。あ、ごめんね。これは壊せない。
ほう。先にちょっとね、こっちをね、ちょっと邪魔。さあ、なんか軽くボス戦か雑魚敵戦かって感じだね。さあ、ネズミちゃん。さよなら。さあ、で、キノピオを救出して、やられちゃいました。マリオさん、ちゃんと武器装備。まあ、大丈夫、ちゃんとしてる。これはさすがに下ないな。意外とジャンプ力、マリオよりかない？めっちゃ飛んでたよね。こう言ってたもんね。よし。先に探しまぐる、まくるっていうね。はい。さあ、これで、キノピオも助かった。2、3、4。おー！色とりどり。頑張ってるね。後ろからハンマーで叩くってもう、やばいよね。あ、怒ってる。ねえ、マリオさん、リング操作で時間足りないって思ったことありません？ほう。あ、そういうことね。大量のコインがいるのはそういうことか。あ、しくった感がありますね。ん？危なさあ、エクセレントで一発。危ない危ない、普通にミスりそうやった。さあ、オッケー。ワンタンキルは気持ちいいね。マリオさん、おつい、土神様の。次くらいにおついかもしれない。土神様って何なんだろうね。そんな大事なボールをどっかに持っていっちゃうなんて、折り紙編もひどいですわね。確かにね。まあそうだね。どっか遠くに行ってって感じだろうね。さあ、山登り行きますか。ロープウェイだね。さあ、見晴らし山。おー、危な。緑の茂み。それもフィギュアなんだね。ドーン。あ、違う。まあしゃあないね、ミスったもんはしゃあない。さて、回避してだね。お、19。意外とダメージが痛かった。
さて、次は仕返しだ。さあ、これで OK。あー、痛いね。あと3だよ。さあ、キノコ食べるか。もう食らったものはしゃあないからね。おう、アイアンブーツ。相手先生とかもあるのかな。コールアタック。じゃあアイアンブーツ使いますか。さあ、ダメージもちょっと高い気がするね。キノコゲッチュー。あ、こんなところに。で、回復して、ほら、耳を澄ますと、川の音がザーザーと心地いいですわね。魚の跳ねる音もね、聞こえるような気がしますわ。気がね。奥行きたいね。走って虫を驚かせないように。あ、なるほどね。押し込み具合ね。足がパンパンです。さて、お、羽クリボー。こうだね。さ、ジャンプ。おー、ダメ。12じゃなかったからか。攻撃力が上がんないのは結構きついかもね。いやー、防御力っていうか攻撃力高いな。敵も敵で。あー、やっぱ1回では無理か。さあ、ガード成功。いやー、だいぶこうライフがはなってきたね。これはちょっとアクセサリーとか手に入れて、なんか攻撃力上げるやつとか手に入れときたいね。あ、危ない。こっち。ご用途お急ぎでない方、ちょっと聞いていきな。はい。どうしたの？さて、お立ち会い。ヒゲのあんちゃんついてるね。今日はすごくいいものがあるよ。奇跡の玉ころ。タートルボールだ。欲しい欲しい欲しい。オメガ9。これを逃したらもう買えない。お前らが取ってたのか。1万コインポッキリどうだ？高すぎ、無理無理。買わない。ぜひとも買っていただきたい。いかにも大事なアイテムっぽい。玉のようで丸い玉ころ。買わなきゃソンソンソンブレロ。それじゃあ大サービスで、今の特別5000コインで、ほら、買っちゃいな。
おお、半額。じゃあ買わない。え、意外や意外、ヒゲに似合わず、財布の紐が硬いじゃないの。お硬いのがお好きなようだ。それじゃあ圧倒的大サービス、大爆発だ。さあ、これでどうだ？新品の模様がとってもおしゃれ。神聖な感じのタマコロボール。3000コインでどうだ？買わない。参ったね、こりゃ。それじゃあ出血大サービス。これ以上はもう鼻血も出ないよ。持ってけ泥棒。泥まみれ。チョロップチョロチョロ土まみれ。2000コインでどうだ？買わない。これでも買わないの？ ならもう本当の最後だ。最後のファンタジーで。1000コインだ。買わない。勘弁してよ、あんちゃん。頑固だね、あんたも。3桁1着か。500コイン。はわわ。3人声合わせれば。いや、まだ、足りないよ。じゃあ、まだ下げよう。この子30、さらに高いってか。100まで下がるかな。よし、じゃあ100まで下げよう。そうか、これでもまだ買えないってか。買います。お、そうか、みんな離脱。なんとかなるね。あのタートルボはたった300コインで買えるなんて、こんなチャンスもうないよ。はい、それじゃあ、のこのこの3方、300コインでお買い上げ。おお、よかったね。石ころもうないよ。どうだい？マリオさんのためとならばあげたいのは山々なんだけど、実は僕には家庭事情がいろいろあって、すごくコインがいるんです。亀の餌だよ。お前亀じゃねえ。お前が亀じゃねえか。買わない。じゃあ300コインで買うか1500で買うかっていうとこだったんだね。はーい、買う。はい、前通り。さあ、1個目ゲット。お前ら足元見やがって。さて。まあでも300だね。こいつらグルかなと思ってたんだけど、グルではなかったんだね。あ、一面の土管。これのことか。じゃあちょっと戻っていきますか。はい、土管入りまーす。まあ、戦えば1500ぐらいね。手に入るからね。気にしない。お待ちしておりました。横崎のピオタウン大博物館へと。まあ、強制的に来るようになってるんだ。はいはい。そうだね。スーパーマリンゴ。はーい、トロフィーね。博物館なのに、僕が集めないとダメなんだね。バトルトレーニングか。いた。はいはい。このルートは決まったようなルートだな。まあ、行くか。特には何もないと。したか。おお。バトル研究所へ？はい。ワンアップキノコ。ああ、復活キノコね。あ、そういうこと。トレーニングができるのか。まあ、
復活ドリンク的なものはありがたいね。アクセサリーがこっちだったかな。あ、いたいた。はい、アクセサリー買っちゃいましょう。早く。何言ってるのかな。穴開いてんじゃん。危ないな。はい、これで一安心。はい、アクセサリータイムプラス。はあ、2000か。買っとこう。タイムプラス？紙っぺら掃除機は正直助かるね。あ、目の前のペンギンが超気になる。ああ、じゃあアクセサリー用にお金貯めといて、っていうのありだね。よし。これで、ちょっとは楽になるかな。紙集めがね。いや、紙がね、意外とね、大変なのよね。さあ、戻りましょう。さあ、戻ってきました。何年とやら我慢していればきっと助けてくれると信じていました。本当？じゃあ上行きましょう。お、お邪魔虫が来たね。まあそうなるよね。はい、さあ来い来い。おい、で終わり。まああんな感じで邪魔が来るって感じだね。これは降りれんな。これは辛いな。ほぼ拷問じゃねえか。わあ、落ちる。俺が見されたくないよ。落ちた。あれ？ありがとうございます。これで地の足についた生活ができます。ほんとよ。さあ、セーブポイント。また？ん？今動いたよね。はあ、10秒ね。だよね。3回か。3回は3回でまたちょっと新鮮だな。さあ次。まあでも1万切ってしまったな、コインね。さあ紙乗って。おお、あれ骨になっちゃった。あれってことは、あれ偽物のってこと。黄色か。二つ目ね。やっぱカロンだね。カタ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 。今度こっちが俺カロン。
わあ、嬉しい。きっと天国旅だったので。そんなバカな。さあ、セーブ。おお、いっぱいいるねー。地面に揺れるなんてひどい。まるでキノコじゃないですか。いや、お前らキノコなんだよ。ありがとうございます。私の仲間知りませんか。ここいるよ。え、私は食べ物じゃありません。あー、追われてる。え、キャー、首。そうよ、生首じゃん。お、折れてるだけですよ。おお、手を振っても誰も気づいてくれなかったけど、マリオさんの手は温かかった。いやー、あれ息できないからね。ほい、あら、のこのこさんどうしたの。大事なものが魚に取られちゃった。あらら、しゃあねえな。釣るぜ。押して竿をしっかり握る。はいはい、おう、ほい、あれ一発プクプクやね。さて3回、こうで、こうで、こうやね。あー、またミスった。あー、しく、なんか滑るんだよな。いやー、しょうもないことしてしまった。いて、15は強すぎない？さあ、攻撃力アップ。よし、終わり。いや、一発がきついね、敵のね。あ、ボールじゃん。さあ、タートルボール3つ目。あ、土神様のところへ持って行って欲しかったんだね。じゃ、戻ろうかな。3つか。お？セーブ？もうしとこっか。特にしなくてもいいんだけど。ドスン。ほう。でもってスターが手に入ると。よっしゃー。どけどけあとは、いないね。あら、マリオさん、赤テープにくるまって遊んでる人がいます。あれは遊んでるというのか。それは危ないテープですよ。遊んでるように見えるテープに巻き込まれても困ってるんですよ。なんだですか、それも。もみじ山行きのロープウェイが動きません。あそこ行けるんだ。綺麗だね。
ああ、青いテープがひらひら色合いがとっても素敵と。青いテープですわ。そうだね。青も見つかったら次は赤倒して青だね。いやー、意外とねー、強いんだよなー。回復しよっかね、この後ね。いやー、パズル成功だけの最低しとかないと、なかなかコインもらえないね。紙吹雪かー。いたねー。まさか降りてくると思わなかったな。3回できるんだけど、回復しちゃわないとね。さすがに無理だ。マリオのハンマーで。あー、やっぱ、トゲは、あれか。縦に揃えるべきだったね。さて、次は。やっぱこうか。こっちだね、先にね。いやー、ついえなー。あ、無理。攻撃パターンがいろいろあるのは面白いね。さあ、ジャンプだね。意外とキノコ使うな。この先は危険そうだね。ここが低いのが気になるんだよね。あー、なるほど。ちょっと左側に飛ぼうか。いけない。ああ、うーん、いけそうでいけない感じか。まだ、まあ先に上行きますか。ボス戦っぽいけどね。まあ復活も一回あるから問題ないと思うんだけど。あ、いけないね。意外と活かしてくれないね。さあ、予約てっぺんついた。
それじゃあ、タワーに入って紙テープを。入り口どこ？あー。よじ登るか。土。土はなんか、この土盛り上がってとっても邪魔ですわ。見てください。その魔法陣。大地を司るとか、なんとかの神様。土神様の魔法陣っぽいです。こんな意地悪するわけないかって。さあ、土神様探しか。そうだね。そっか、結構。ぐるぐるしちゃう感じだね。なるほどね。羽クリボもこれだったら簡単にやっつけれそうな気もするね。これ飛べれないかな。よし。僕はボールじゃありません。まあ間違いないね。このままこっち行くと、静まり返ったからなんか怪しいな。これは？ああ、土神寺院に繋がってるかもと。まあそれはちょっと後回しにしよう。でかっ！そうか。ほう、ほう。この野郎。よし。もうそうか、そういう手を使ってくるか。ほら。まったく。ハリボテ兵法からパスカットで、パスカットという名のタックルだね。さあ、四つゲッチュ。ん？危ない危ない危ない。うわあ、危ねえ。でかすぎるんだって。いてえ。でかいって。さて。なんかもらえるのかな。音楽だけっぽいけどね。おい。いた！今の当たるの？おお、キノピオ。はい。お、ありがとう。あ、4つ揃ったからこれで全部か。よし、じゃあ土神様のところ戻りましょう。ハリボテ兵法。まあ、そうだね。
それを開けてどうなるかっていう感じだね。いや、ボールで蹴られてたキノピオはかわいそうやな。あ、で、ここに出ると。ほう。よし。じゃ、結構キリがいい時間なんで、今回はここまでにしよっかなと思います。神みくじ。あ、ゲットして。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。まあ、次回、そうだね。土神様に会ってどうなるかっていう感じだけど、まあ、ボス戦っぽい気もするが、まあまあ、次回楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。